はい、皆さんこんにちは。教育百貨店のヒャンと申します。今回もですね、鹿児島にありますスバルというですね、上場している学習塾の方に来ていただきましたので、話を聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。スバルの出身ということで、鹿児島の方にいらっしゃったような形ですか？そうですね、鹿児島で勤務しておりました。ちなみに現役ですか？5年ほど前に、退職しております。ありがとうございます。ご自身はどちらの役職までなられましたか？教師長までなりました。ありがとうございます。スバルさん、鹿児島が拠点なので、関東の方とか関西の方とかからするとちょっと馴染みが薄いかなと、失礼ながらちょっと思うんですね。どういった塾なのかちょっと教えていただきたいなと思うんですが、よろしいでしょうか？スバルは主には地元の公立高校の合格を目指してクラスになりまして、それに加えて受験ラサールという部門が準備してあります。こちらはもう名前の通りラサール中高をはじめとする難関私立中高ですね、これの受験をメインとした授業になっております。ラサール中学って鹿児島にありますからね、鹿児島の子たちがラサール中行きたいって思うのは当然のことなので、受験ラサールと呼ばれている部門が存在するわけですね。ちなみにその受験ラサールの部門ってのはどれぐらいあるんですか？スバルが展開している県に、最低1つあります。具体的には鹿児島には、2校舎、そして宮崎、熊本、福岡に各1校舎ずつ設置してあります。実績的にはどうなんですかね？実績で申し上げますと、ラサール中高合わせて47名の合格っていうのが実績になっております。今僕の手元にある栄新館のラサール中高の合計が140名で V21 って書いてあるんで、合格実績の数自体はやっぱりちょっと栄新館に取られてるっていう感じなんですかね？そうですね、実数としては栄新館の方が、スバルよりも多いと思います。これなんか実は合格率みたいなのはスバルの方が高いとかっていうのはないですか？鹿児島でいうとその合格率で勝負しようという部分がありますので、合格率が栄新館よりも高い年もあれば、やられてしまう、年もあるかなといったところですね。なるほど、やっぱり率で勝負しようっていう動きはやっぱりあるわけなんですね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。スバルの展開地域というのは鹿児島が中心ではあると思うんですけども、九州全土に及んでいますか？鹿児島を中心になりますが、他に宮崎、熊本、福岡、この4県にまたがっております。なるほど、そうしますと九州の方にとってはスバルという塾に就職する可能性ってのは九州の人たちは十分あると思うんで、やっぱりここからちょっと内情みたいなのを聞いていきたいかなというふうに思います。お仕事の内容を教えていただきたいなと思うんですが、どうでしょうか？はい、集団塾の授業、教務面が一つ、あと生徒に対して担任制を設けておりますので、生徒の成績管理であるとかそういったことが一つ、あと新規の生徒を獲得するための営業活動が一つ、大きく分けてこの3本の柱が業務内容になっております。他の塾と大きく変わる点っていうのはなくて、授業やって個別の面談して進路面談して営業するっていうような感じですよね。その中でスバルの営業活動がどの程度のものなのかっていうのを教えてほしいなと思います。基本的には季節講習前の、電話掛けというのがメインになってきます。過去にテストを受けてくださった方であるとか、講習を受けてくださった方、あとは卒業生の、妹さん弟さんであるとか、そういったスバルに対して何かしらの関係を持っていただいた方に対して、電話掛けをしていくといったものになります。スバルに今まで全く面識のない方に対しての、突撃訪問であるとか、外部の電話掛けというのは、あまりやらない傾向にあります。なるほど、スバルと接点がない人はもう新規の問い合わせをしてもらうしかないって感じですね。そうですね、外部活動としましては、校門前で、チラシを配っていったりとか、そういったことをやっていきますが、それ以上の、新規の獲得方法というのは、あまり考えていないとになります。その営業活動のノルマみたいなのは多分通知的なものはどこでもあると思うんですけど、結構厳しいですか？それとも結構緩い感じですか？前年を超えるのも必須というふうになっています。そこに向かって一生懸命頑張っていこうというふうになっています。やっぱ営業活動は結構普通にやってるって感じですかね。わかりました、ありがとうございます。だから営業活動が厳しすぎて、その授業とか教務面に集中できないみたいなこととかってありますか？季節講習前は、こちらからアクションをかけているので、折り返しの電話が授業中にあったりとか、授業中に電話が鳴るとかいったことはありますね。その程度になります。
普通に授業止めて電話出るわけじゃないですよね。そうですね、事務室に常駐している講師がおりますので、その方が対応するというふうになります。あ、なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃ、なんか僕が思ってたよりは営業結構ちゃんとやってるかなっていうような感じを受け取りました、僕は。はい。勤務時間ってのは名目上は何時から何時までなんですか？平日は、14時から23時、土曜日、日曜日は、9時から18時になっております。おー、なるほど。実際にそれで、ご自身もそうですけど、周りも含めまして、実態はどうなんですか？平日に関しましては、14時からというふうにはなっているのですが、30分前にこう全員揃って、そこから30分こう、教室を掃除するという時間があります。終わりの23時はどんな感じですか？そうですね、23時には退社するという風潮はね、だんだんとこう身についてきている状態ですね。土日もそんな感じですか？30分前に来て掃除して、まあ、代わりは18時でみたいな感じですか？土曜日、日曜日に関しましては授業がない教室の方が多いですので、その場合にはあの掃除の時間が、割愛されますので、9時から勤務スタートということで、出社時間も、まあ、合わせて9時という風潮になってます。あ、なるほど。で、18時にちゃんと終わる感じなんですね。はい、そうですね。わかりました、ありがとうございます。ではその平日30分早く来るというのは、そのいわゆるみなし残業としても入ってるって感じなんですかね？そうですね、給料の項目の中に教室手当というのがありますので、その中に含まれているものになります。給料の話を詳しく聞いていきたいと思うんですけども、初任給からその役職がどこに上がればどの程度もらえるのか分かる範囲で構わないので教えてほしいなと思います。初任給は社会保険料等を引かれた後の手取りですね、18万円になっていきます。それにこう賞与が加わりますので、入社1年目の年収としては、320万前後かなといったところですね。それがあの、教師長役職がついてきますと、そのランクにもよるんですが、年収が500万を超えたりとかいうふうになっていきます。急に上がるんですね。そうですね、あの手当がかなりあの大きく、なりますので。はい、なるほど。あと地方って給料安いじゃないですか、基本的に都心部と比べると。でも教師長で500万円って都心部と比較してもそんなに悪い方じゃないと思うんですよ。でも鹿児島にいても500万円教師長になればもらえる感じなんですね。そうですね、これは熊本や宮崎や福岡にいても基本的には変わらない感じですかね。あ、そうなります。教師長1年生っていうのは、まあ、それほど多くないんですが、教師長のこうランクがありまして、教室をこう任されるわけですので、その教室の業績であるとかそういったところで教師長としてのランクが上がっていくと。でその上がった結果、まあ、500万円にこう到達する方もいますし、それ以上になる方も、多いです。なるほど。数字出せば、結果出せば上がっていくよっていう感じですよね。教師長の上っていうのはどうなってくるんですかね。エリアリーダーというポストがあります。例えばこう鹿児島市内教室を統括する、まあ、方であるとか、鹿児島市外教室を統括する方であるとか、宮崎の責任者、そういった形であの複数の教室を統括する方が、まあ、エリアリーダーというふうになっていきます。そのエリアリーダーの方は給料どれぐらいというのは聞いたことありますか？学まではちょっと分かんない感じですかね。そうですね、分かりました、ありがとうございます。ではですね、スバルのいいところをちょっと教えてほしいなと思います。昇給システムが明確なことだと思います。一般社員にも、昇給のチャンスは十分にありまして、スバルでは、プロコーチという講師を、育成しようというのが一つあります。でこのプロコーチというのが、まあ、年に2回の、まあ、ライセンス、いわゆる筆記試験ですね、これを合格するに加えて、こちらも年2回なんですが、生徒による授業アンケート、これもあの基準を超えることによって、プロコーチの、認定を受けることができます。そしてこのプロコーチの認定を受けた方は、任意で、スーパープロテストというテストを、受ける権利が与えられるんですね。取締役の前での模擬授業になりまして、15分間の模擬授業なんですが、そこに点数がつけられて、その内容によってはスーパープロコーチ SAB という形でランク付けされるんですが、仮にスーパープロコーチS でありますと、プロ手当ということで、7万円の月額支給が加算されます。それは教師長とか教師長じゃない人とか関係なくってことですよね。はい、関係ありません。入社2年目の方が、スーパープロテストに受験することもできますし、そこでこう認定を受けることも、可能になります。なるほど。じゃあ授業がうまいっていう理由で給料を上げてもらえるっていうことですよね。はい、そうですね。このシステムはなかなか他の塾もないだろうし、学校にも存在しないと思うので、面白いです。その額も結構大きいですしね。基準も分かりやすいので、もう毎年チャレンジする方も、大勢いらっしゃいます。なるほど、分かりました。先生として抱えて給料をもらっていきたいっていう人にとっても、スバルっていう会社は一つ魅力的だなと僕は思ったんですが。皆さんに活躍の機会が
平等に与えられていると思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ということでございまして、鹿児島を中心に、まあ、ラサールとの語学実績を持っているスバルさんですが、九州にね他にもありますので、もしよかったら機会あれば九州の方でもいいですし、九州に行こうと思っている方であれば受けてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。上場企業ですので、内容体制等もしっかりしていると思いますので、皆さん受けてみたらいかがでしょうか。じゃあこの辺で終わりたいと思いますが、この企画参加したい方は概要欄に詳細貼ってありますので、そちらの方をぜひご覧ください。よろしくお願いします。では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。